さてリング上はこれよりセミファイナルを迎えます。キラー東亜蒲田が今のしのしとリング上にやってまいります。ジャイアント馬場との一騎打ちということになりました。リング上凄まじい肉弾戦が予想されます。試合に先立ちまして日本テレビからジャイアント馬場選手にそして東亜蒲田選手に花束が今送られました。ビル・ロビンソン対アブドラザ・ブッチャーの一大決戦 PWF のタイトルマッチはこの試合の後に行われます。両選手の紹介です。PWF の王座返り咲きは失敗に終わりました。キラー東亜蒲田、世界のジャイアント馬場でございます。それだけね、チャンピオン側の権利が強いということですね。はい、そして NWA、PWF のいわゆるチャンピオンシップの委員会という組織がしっかりしているということでしょうね。そうなんです、もうやはりこれはレスラーになった以上チャンピオンにならない嘘ですね。そうですね。ジャンピングトーキックを 2,3 発見せまして場外に連れ戻しました。ちょっとジャイアント馬場選手やはり右の頬歯茎が腫れているだけに動きはやや鈍いようです。1週間後にはインターナショナルタッグ選手権4回目の防衛戦があります。またしても場外乱戦の様相を呈してまいりました。首根っこを捉えます。東亜蒲田反対に今度は叩きつけました。ジャイアント馬場でございます。タイプのリングの中に戻った方が勝ちですが ね、 そうですね。場外乱戦です。お客さんももうかなり興奮組。しかしこういう状態ではレフリーもちょっとカウントできないでしょうね。本当ですね。さあ今リングの中に戻ってまいりました。本当に大きな宝を失いました世界のジャイアント馬場。しかし PWF ヘビー級の初代の王座であるだけに特にこの PWF のヘビー級のチャンピオンベルトには愛着を感じています。リング上仁王立ちジャイアント馬場にこれを睨みつけますキラー東亜蒲田でございます。それからロビンソンにチャレンジして負けたキラー東亜蒲田も PWF のロードプレアス会長のお膝元が出身地ですからこれから何度もチャレンジしてくることでしょうね。そうですね、特にこの前のロビンソンとの試合ですね、はい、まあ、タイトルこそ取れなかったんですけども前線検討でしたね。はい、はい、いい試合でしたね。本当にいい試合でしたね。あるいはチャンピオン返り咲きかと思われるようなシーンがありましたからね。そうですね、よく前線検討いたしましたキラー東亜蒲田でございます。しかし2本目の反則で自滅いたしまして結局ロビンソン防衛に成功しております。そのロビンソンは今夜この試合の後アブドラザ・ブッチャーの挑戦を受けます。ベアハッグの体勢エプロンからのベアハッグであります。これを振りほどきました世界のジャイアント馬場でございます。落ち着き払っています。なんとか PWF のベルトは取り戻したいこの執念に燃えておりますジャイアント馬場。しかしまあ1週間後にはインタータッグがありますからこれはもう今のところ諦めるべきでしょうね。そうですね、これに全力投球しなきゃいけませんね。当然のことですね、はい、パートナーのジャンボ鶴田選手はご覧いただきましたように非常にいいコンディションです。しかしジャイアント馬場選手ですね、動きは決して悪くないですね。悪くない、非常に流れがいいですね。なるほどね。10月の25日小樽におきましては BB コンビブッチャーブラジル組の挑戦を受けることになっております。本当に強い相手ですからね。そうですね、油断大敵ですね、はい、東亜蒲田噛みつき攻撃、東亜蒲田噛みつき攻撃に行きました。このインタータッグに挑戦してくる BB コンビ過去のチャレンジャーチームの中で最強というふうにジェイアンと馬場選手は言っております。まあ私はね、考えるのにむしろ馬場選手がもしですね、はい、コンディションが治りきらなかった場合ですね、馬場選手はその頭脳殺法で打って、ジャンボ鶴田が肉体も引き受けて、そのコンビネーションワークが非常にいいんじゃないかと思いますよね。そうですか、はい、なるほどね。おっと指突きです。指突きを見せました。そしてまた噛みつき攻撃、キラー東亜蒲田であります。一度はこの世界の馬場を破っているだけに大きな自信を秘めています。キラー東亜蒲田うまくタイミングを取りました。今日は黒いタイツです。流血大王にふさわしい赤い柔道ジャケットは今日はつけておりません。黒いタイツをつけました。思い切ってのど突き攻撃、わー行きました。ジャンピングトーキック、親指がですね喉元喉声に突き刺さるんですね。そうなんです。で一瞬呼吸が苦しくなるんですね、はい、この蹴りは実にね効果的ですね。絶妙ですね。そしてニードロップを突き落としました。そして凄まじいフットワークでサードロープからトップロープを今足が勝った。おっと肉弾ジグザグ撃はこれはフライングソーセージは失敗。
そのまま逆水平を打ってカバーの体勢ババーっと、おっとまたのぞつきですね。またのぞつきですが、はい、何やら狂気が出ました。狂気が出ました。キラーと若また狂気を持っています。持ってますね。今も見えました。ちょっとね、親指でついたかに見えたんですが、狂気ですね、はい、白いものです。私は目撃いたしました、はい、キラーと若またの右手、手のひらいっぱいに何やら狂気を持っておりますが、黒いタイツの中にしまったように見せかけてまたしてものどつき、狂気でののどつきであります。これは世界のババたまりませんが、ババが気がついた。なんとかこれを取りたい。おっとチョップを打って、そして取った、そして反対に目に雨をといったところです。のどつき、ジャイアントババはエキサイトしました。和田恭平レフリーがこれをもぎ取りました。狂気はなくなりました。リング外での対決になっております。世界の馬場対キラーと若又の対決は、あっと赤い手中へ持っていく。これは交渉しました。さあ倒れ込んでおります、キラーと若又。カウントが始まっています。リングの中に先に戻ったのは世界のジャイアント馬場でございます。カウントが続きますが、キラーと若又のダメージが大きい。あのエキサイトシーンになると、やっぱりあの馬場選手はね、老下位ですからね、非常にあの落ち着いてますね。あー、なるほどね、はい、あっと和田恭平レフリーがゴングを要請するようなジェスチャーを見せましたが、今一つゴングが打ち鳴らされました。和田恭平レフリー、どういうレフリングを見せますか。あ、今場内に告げられました、キラーと若又のリングアウト負けですね。そうですね、ジャイアントババが勝ちました。ジャイアントババがキラーと若又に雪辱しています。しかし両選手興奮しておりまして、またやり合います。キラーと若又を本部席の方に持っていきました。ジェイアントバオがキラーと若又を破った一戦でございますが、今日の山田さん、わっと 4,5 メートルは飛びましたね。そうですね、ものすごい鈍い音、お客さんがいなくて助かりました。空席の中に飛び込んでいきました、キラーと若又です。いやー、これにはもう怒りを表に表しています。キラーと若又完全とまたジェイアントババに向かいまして向かっていきますが、これを捉える。ジェイアントババがキラーと若又を捉えました。馬場選手の動き、いかがですか。あと1週間後ですか。やる気満々ですね。やる気満々、はい、早くこの歯茎の腫れの引かないといけませんね。そうですね、別の状態とは言えませんがね、はい、まあ、あと3日も休養を取れば大丈夫だろう。完璧なコンディションで BB コンビと、インタータッグの選手権試合をやるよと力強く語っておりましたジャイアント馬場でございますが、まだ栃木県体育館の一番隅っこ、奥に見えておりますのは壁です。ここでやり合っておりますが、やっと おっとまた離れましたが、執拗に追いかけるキラーと若又が執拗に追いかけまして、睨みを利かせております。もう興奮のるつぼと化しました栃木県体育館でございます。やっと勝負が終わりました。ジャイアント馬場がキラーと若又、リングアウト負けを制せられました。キラーと若又、世界のジャイアント馬場に勝つことはできませんでした。ジャイアント馬場の勝ちでございます。いよいよこの後ビル・ロビンソンと、そしてアブドラザ・ブッチャーとの一大対決、 PWF のヘビー級の選手権試合が待っておりますが、なかなか執念深いキラーと若又、またしてもリングの中に戻ってまいりました。ババーババーと叫んでいます。ババーババーと叫んでいます。もう一回リングにやってこいという叫び声ですね。そうですね、まあ、とにかくしつこいですね。しつこいレスラーですね。いや、これだけの執念があればこそね、はい、やはり一度は PWF のね、タイトルを手にすることもできたんだろうと思いますね。まあ、たった11日間の天下に終わってしまったんですけれども、しかし、まあ、お膝元ロードブレアス会長がハワイにおりますのでね、何度もこの PWF には、挑戦してくるでありましょう。キラーと若又、今和田恭平レフリーを場外に放り投げてしまいました。これはいけません。おっと、和田恭平レフリーが後頭部を打っておりまして、全日本プロレスの中堅の選手がやってまいりました。助けに出ました。ロッキー畑、それから伊藤選手、こういった選手あたりが助けに入りましたけれども、まだ興奮冷めやらぬ表情、私どもの放送席の目の前です。ものすごい形相で私どもの放送席を睨みつけております。キラーと若又、今やっと伊藤選手、そして他の選手に連れられましてドレッシングルームの方に帰ります。